今日のテールウィンド CSS 講座は前回の続きでテールウィンド CSS のセットアップについてやっていきたいと思います。前回の動画がまだの方はそちらからご覧ください。それでは早速始めていきましょう。はい、ということで早速始めていきます。まずは前回の軽いおさらいですが、前回はパッケージですを見ていただくと、こちらですね、オートプレフィクサーだとか、ポスト CSS CLI だとか、テールウィンド CSS といった外部のパッケージをまずはインストールしました。で、いろいろ設定ファイルとかを作っていって、そしてパッケージ JSON のところで、ビルドのコマンドを書きました。で、ポスト CSS でスタイル CSS をビルドして、そしてリスト CSS に出力していくという流れだったんですけど、でこのスタイル CSS を見ていただくと、テールウィンドの何かしらの記載があると。で、これをですね、リスト CSS に18万行ぐらいのすごいファイルになってしまったんですが、とりあえずビルドすることができたという感じです。で、インデックス HTML では、このリスト CSS、ビルド後の CSS の方を読み込んで、そしてテキスト 6XL だとか、あとはテキストブルー700とかを反映させていったというような流れです。で、今回は、このリスト CSS、18万行はあまりにも多いので、ここら辺をですね、ちゃんと最適化して使う方法とかを紹介していけたらなと思っています。で、早速ですね、いろいろ見ていこうかなと思いますが、まずはこちら、テールウィンド CSS じゃなくて、ポスト CSS コンフィグ JS のオートプレフィクサーの意味について紹介していきたいなと思っております。で、こちらが何かと言いますと、簡単に言うと、自動でベンダープレフィックスをつけてくれるというものです。CSS とかって、ブラウザによっては使えるもの、使えないものとかがあるかと思うんですけど、そういうのをベンダープレフィックスをつけたりすることによって、どのブラウザでもちゃんと動くようにしてくれるというものなんですが、自力でね、一つ一つつけていくとなかなか大変なので、それを自動でやりたいと。それがオートプレフィクサーというところですね。ちょっとリスト CSS を見ていただいて、例えばね、検索で WebKit とかやるとわかるかと思うんですけど、たくさんですね、こんな感じで WebKit のものが出てるかと思います。今までもおそらく CSS を学んでいったら、WebKit とか、この Moz とかね、いろいろ見たことがあるかと思うんですけど、これがベンダープレフィックスというものになっております。これをですね、一つ一つつけていくとやっぱ大変で、今見ての通り192件あるというような感じです。どれがね、ベンダープレフィックス必要かどうかとかも判断するのも大変なので、ここら辺は機械に任せてしまおうという感じですね。でちょっとわかりやすいところで言うと、例えば、これを、じゃあ、一旦消してみますと。で、この状態でビルドをしてみましょう。npm run build という風に打つと、ビルドがね、走るんですけど、先ほどは18万8000行あったものが、おそらく、一番下まで行くと、17万5925行という風になっております。で少し減ったかと思うんですけど、これはベンダープレフィックスとかがなくなった分消え去ったということですね。先ほどの WebKit は192件だったんですけど、他にもたくさんのベンダープレフィックスとかがありますので、そういうのを全部消して、だいたい1万行ちょいですかね、削減したというところになります。ただ基本的にはベンダープレフィックスをつけて、どのブラウザでもちゃんと動かすようにしたいかなと思うので、一旦こちら保存して元に戻しておきたいと思います。とりあえず、このオートプレフィクサーが何ぞやというところを紹介したという感じですね。はい、ということで、まずはオートプレフィクサーに関する紹介だったんですが、続いては、こちらのリスト CSS をもう大幅に削減したいと思います。で具体的にどういうふうに削減するかという話なんですが、こちら、インデックス HTML を見ていただくと、テールウィンド CSS の中でも、このテキスト 6XL と、あとはテキストブルー700しか使ってないですよね。なので、もうリスト CSS でこんなにね、たくさんテールウィンド CSS のクラスとかがあっても、正直必要ないわけです。もう本当に使っているものだけでいいかなと思いますので、その分だけ削減するという話ですね。で、どういうふうに設定するかという話なんですけど、まずは tailwind.config.js の方に行っていただいて、ここのパージというものを使っていきます。で、このパージのところに、今回は、インデックス、HTML というふうに打ってください。でこれで、このインデックス HTML の中を見て、今2つのクラスがあると思うんですけど、ここで使われているものだけを対象にすると。このパージっていうのは、剥がすとかいう意味があるかと思うんですけど、
このインデックス HTML で使われているこの2つ以外はもう使われてないので剥がしてくださいねと。まあ、つまり先ほど18万行あったんですけど、まあ、それのほとんどが、まあ、なくならすことができるというところです。であとはパッケージ JSON の方で、このビルドコマンドの前の段階で、ノード env イコールプロダクションと打つだけで OK かなと思います。でこれは本番環境用にビルドしてくださいねということで、まあ、おそらくこれと、まあ、先ほどのテールウィンド CSS のパージを、設定することによって、ビルドしたら、まあ、先ほど18万行あったのがもうほとんど減るかなと思います。で早速ですね、やっていきますね。よいしょ。はい、ということで、まあ、ちょっとね時間がかかったんですが、このリスト CSS を 見に行くと、はい、見てください、633行まで減っているのが分かっていただけたかと思います。ずらーっとね、いくつかあるんですけど、もうほとんどもう18万分の630って、まあ、どんぐらい減ってるんだという話なんですけど、まあ、とにかく大幅に減ったのが分かっていただけたかと思います。まあ、ここにね、テキスト 6XL と、まあ、ブルー700というふうにあるかと思うんですけど、まあ、これ以外が全部なくなったということですね。あとは、まあ、テールウィンド CSS を使う上で必要なものがいくつかあるというような感じです。はい、ということで、もうおそらくこれで OK かなと思うんですけど、ちょっとブラウザの方で更新してみると、ちゃんとうまく動いたまんまですね。ソースを表示して、このディスト CSS を見に行っても、見てください。まあ、633行ということで、まあ、結構軽くなったのが分かっていただけるかと思います。はい、ということで、まあ、簡単ではあったんですけれども、まあ、とにかくですね、テールウィンド CSS で未使用のスタイルをパージするという方法が分かっていただけたかなと思います。であとは、テールウィンドコンフィグ JS のこのパージに関してなんですけど、もちろんですね、配列なので複数指定することもできますし、あとは正規表現とかが使えるので、例えばソースというディレクトリがあったとして、まあ、その後の、例えばすべてのね、JS ファイルだけとか、まあ、こういうような指定とかもね、できたりするので、いろいろパージの使い方に関しては、覚えておいてください。まあ、今回は HTML でただ使うだけということで、こんな感じで指定しております。はい。で、あとはですね、パッケージ JS をまた見ていただきたいんですが、まあ、ノードエンブプロダクションという風にやって、ポスト CSS をビルドしたんですが、まあ、ディスト CSS 見ていただけたら、まあ、ちょっとですね、まだ無駄があるというか、まあ、さらに軽くすることができたりします。まあ、具体的にはミニファイといって、もっとですね、ちっちゃくコンパクトに収めることができたりするので、まあ、そちらの手法も今回紹介していきます。はい。では、どうするかと言いますと、新しくディペンデンシーズに追加する必要があります。で、何を追加するかと言いますと、npm i で -d で css nano というものを追加する必要があります。こちら一旦入れていただいて、よいしょ、入りました。で、見ていただくと、こちらに追加されましたね。で、この css nano を用いるというわけなんですけど、post css のコンフィグの方で追加する必要があります。css nano というふうにして、まあ、一旦こんな感じで書いていただけるといいんじゃないかなと思います。で、これでビルドをすると、おそらくディスト CSS がギュッとミニファイ、まあ、圧縮されるかと思いますので、ちょっとやっていきますね。npm run build。はい、ということで、ビルドも完了したので、ちょっとディストを見ていただくと、はい、こんな感じで、横にですね、ずらーっとなったかと思いますが、まあ、とにかく圧縮に成功しております。でブラウザで確認しても、まあ、更新してもちゃんとうまくいきますし、ソースを見てもですね。はい。こんな感じで、まあ、ギューッと収まったのが分かっていただけるかと思います。まあ、こんな感じで、本番だとやっぱりパフォーマンスって重要だと思うんですけど、まあ、先ほどの、まあ、パージ CSS だとか、あとはミニファイとかを用いて、ちゃんとですね、ビルド時に、まあ、うまくギュッとね、圧縮したりすることが必要なので、覚えておいてください。で本番環境はこんな感じで、だいたい設定は OK かなと思うんですが、まあ、このままだと少し開発環境の時に困ってしまいます。まあ、具体的にはデバッグとかがしにくくなりますね。まあ、先ほどのミニファイとかでギュッと圧縮してしまったので、まあ、なかなかね、困難かなと思いますし、あとはインデックス HTML とかで、例えばですね、新しく、じゃあフォントも、じゃあボールドということでちょっと太字にしたいと。で、保存をして、更新しても、ちゃんとですね、太字になってくれないというような問題が発生したりしてしまいます。で、これがなんでかと言いますと、先ほど npm run build をしたタイミングっていうのは、フォントボールドがなかったので、パージされてしまったということです。
まあ、テキスト 6XL とこのブルー700しかなかったので、このディスト CSS にもフォントボールドとかは残ってないと。つまり効かないという感じです。で、開発をするタイミングで毎回ね、ここに書いては毎回 NPM ランビルドをして、ここに書いては NPM ランビルドをしてってやったらやっぱり大変かなと思うので、基本的には開発環境っていうのも用意していく必要があります。で、どういうふうに作るかという話なんですけど、パッケージ JSON の方にスクリプトをあと1個用意しましょう。で、ちょっとコピーをしていただいて、で、ここはもう dev という風にしましょう。まあ、名前は何でもいいんですけど、とりあえず今回分かりやすく dev という風にしてみてます。で、ここもちょっと一旦消して、で、基本的にはこれで OK かなと思ってます。ノードエンドプロダクションを消すことによってパージがされなくなるので、基本的にはこれで npm run dev を走らすとおそらくうまくいくかなと思います。ちょっと待ちましょう。はい、ということで、まあ、無事にビルドが終わったかなと思いますが、こちら一旦更新してみますね。すると、ちゃんと太字も出ましたし、あとは新しく、例えばじゃあマージンとかをつけてみましょうか。マージン8とかいう風につけて保存をして更新すると、まあ、ちゃんと効いているのがわかるかと思います。なので、まあ、開発時は先ほどの NPM ランビルドとかを行って、で、本番環境に使う本番環境のようものを用意するってなった時に NPM ランビルドを走らすという感じですね。で、ただこれだけだとまだですね、ちょっと不都合な点がありまして、デバッグのしにくさっていうのが残っていたりします。ちょっとソースを見ていただくと、ディスト CSS 見ると、はい、まあ、こんな感じでものすごくずらーっとなってるかと思うんですけど、まあ、ミニファイが効いてしまっているということですね。まあ、これだと例えばソースをね、こんな感じで dev tools を出した時とかにここに行ってこのディスト CSS っていうのを見ると少し圧縮されてしまっていて見づらいかなと思います。開発環境はミニファイをしない方が好ましいということですね。で、そこら辺の設定も追記する必要があるんですけど、ちょっとややこしくてホスト CSS コンフィグ、ここをいじる必要っていうのがあります。で、どういうふうに設定するかという話なんですが、今、こちらはですね、オブジェクトをモジュールエクスポートしているかと思いますが、一旦関数にして、そしてリターンをすると。一回書きますね。こんな感じで書いていて、で、リターンで、まあ、先ほどの、このプラグインズですね。これをリターンしますと。で、関数にすることによって、コンテキストを参照することができるんですけど、このコンテキストが持っている演武の値によって CSS なのを適用したり適用させなかったりするという感じです。で、コンテキストっていうのはよく省略されて、まあ、CTX とかね、使われたりすることが多いので、ここも覚えておいてください。で、CTX でちょっと進めていくと、よいしょ、CTX.env。で、これはノード演武の値が入ってきます。なので、ノード演武がプロダクションの場合は、今有効だったこちらを返して、これですね、こちらを返して、で、そうじゃなかった場合は false を返すという感じです。で、これね、ちょっと分かりづらいかなとは思うんですけど、まあ、よく使うものでして参考演算子とか呼ばれたりします。ぜひここら辺の使い方はググってみてください。はい、ということで、これでおそらく演武がプロダクションの時のみ有効になって、そうじゃなかったらフォルスということで無効化されると思うので、一旦やっていきましょう。ちょっと保存をして、もう一回 NPM ランビルドデブしてみます。はい、ということでうまくいったかなと思いますが、まあ、先ほど NPM ランデブをした場合と比べて、まあ、ミニファイがない分かなり早くなってるかなと思います。まあ、ここら辺もいい点という感じですね。で、ちょっと見ていただくと、ディスト CSS がおそらく、はい、まあ、こんな感じでミニファイされてない状態になっているのがわかるかと思います。そうすることによって、まあ、デバッグとかもね、高速に動くかと思いますが、一旦ちょっと更新して、で、エレメンツを見ていただいて、で、このディスト CSS を押すと、まあ、こんな感じでちゃんとね、デバッグとかも容易になるかなと思いますので、ぜひ、まあ、開発環境ではミニファイを無効化してみてください。で、先ほどのインデックス HTML とかを、例えばね、新しく何かしら追加するとして、じゃあバックグラウンドとかも適当に用意してみましょう。バックグラウンドグレー200とかね、保存をして更新すると、まあ、ちゃんと効いているのがわかるかと思いますが、開発環境もうまく作ることができました。
で、念のためね、NPM ランビルドとかもちゃんと、行くのかっていうのを確かめたいと思います。はい、ビルドが完了しました。で、こちら更新して、でもう一回ね、ソースを表示して、スタイル、リストか、リスト CSS 見ると、まあ、ちゃんと、ビルドして、まあ、サイズがちっちゃくなっているのが分かっていただけたかと思います。はい、という感じで、開発環境も、そして本番環境も作り方が分かっていただけたかと思います。基本的にはこれで OK かなと思いますので、まあ、ぜひ皆さんもですね、Tailwind CSS を使うときは、Post CSS とか、うまく使いこなして、開発環境、本番環境を作っていってください。はい、ということで、今回の講座はここで終わりにしたいと思いますが、次回はですね、もう一つセットアップ環境で非常に便利なものがあるので、そちらを紹介させていただきたいと思います。それが何かと言いますと、ジャストインタイムモードというものになります。ジャストインタイムの頭文字を取って、JIT とか呼ばれたりしてるんですけど、Tailwind CSS が今年出した比較的新しめの機能でして、それを用いることによって、サクサク開発を進めていくことができます。もう本当に革新的な機能で便利ですので、次回楽しみにしておいてください。はい、ということで本日の講座は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また私はオンラインサロン IT キングダムというものもやっております。オンラインサロン IT キングダムではモダン JavaScript 講座の続きとか、NPM、バベル、React とか Next.js とか、そういったモダンなフロントエンドを学ぶための講座を公開しております。よかったらそちらもご参加ください。はい、ということでまた次回の講座でお会いしましょう。バイバイ。